こんにちは、リアルステート富山店栄養士の浜田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は今の時期におすすめのお化粧品をご紹介したいと思います。8月に入ってまた一気に暑くなったと思うんですけども、今の時期に気になるのってやっぱりもう肌を刺すようなすごい強い紫外線だったり、あとはもう冷房の効きすぎた部屋に行って乾燥が気になるとか、あとはどうしても今コロナの感染が気になっててマスクをしている方多いと思うんですけれども、マスクによって擦れてしまってっていう肌の刺激だったり、その乾燥とか口周りの肌荒れとか、そういう部分がすごく皆さん気になると思います。意外と乾燥気にならないっていう方もいらっしゃるんですけれども、今の時期ってすごく汗をかきやすかったり、あとは皮脂がすごく分泌してちょっと T ゾーンが油っぽくなったりして、表面自体が潤ってるっていう、湿ってるっていう感じがするので、あんまり乾燥気にならないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実は肌の奥ではもうどんどん乾燥が進んでる状態なので、それこそ汗を拭いた時に一緒に潤いの成分を拭き取ってしまったりとか、あと皮脂が出るっていうのは乾燥が進んでて皮脂を出さないとっていう反応も起きてしまうので、意外と隠れ乾燥肌ですっていう方は多くいらっしゃいます。なので今の時期汗をすっごくかく方は、汗と一緒に潤い成分が流れ出てしまったりとか、一緒に汗を拭くときに潤い成分も拭き取ってしまったりっていうトラブルだったり、あとは夏だからさっぱりとしたお化粧品を使いたい、油分は全然使いたくないっていう方も乾燥はしやすくなります。あとは冷房の効いた部屋にいると、空気自体が乾燥するっていうのもあるんですけれども、血行不良が起きると栄養が巡らなくなったりとか、悪いものも出せなくなるので肌の乾燥が進んでしまいます。あとは一番大きいのは紫外線ですよね。紫外線の熱で肌の水分がどんどん逃げてしまったり、バリア機能が弱まるので中の水分がずっと抱え込むことができなくって、どんどん逃げてしまったりっていうトラブルが増えてきてしまいます。今の時期はもう本当いろんな部分で乾燥につながってしまうところが多いので、乾燥がひどくなると何が起こるかっていうと、やっぱり皮脂を過剰に分泌してしまって、そこから毛穴が気になるとか、毛穴の黒ずみが気になるとか、あとは乾燥した肌っていうのはすっごい肌が敏感になってるので、ちょっとした刺激ですごく敏感になってるので赤みが出やすいとか、もうかゆみが出やすいとか、あとはニキビとか、吹き出物、肌がごわつくとか、ほんといろんなトラブルが出てきます。特にもう乾燥がひどい上にマスクをしている状態なので、もう本当肌にとってはすごく良くない状態が続いてます。肌に刺激を与えないようにするとなると、やっぱり普段のクレンジングとか洗顔とか、あとお化粧水のつけ方とか、そういうところでもちょっとでも刺激は少ない方がいいと思うので、私はやっぱり使う基礎化粧品も気をつけるようにしてます。今サロンでもすごく人気なのはこちらのディレイヤさんのクレンジングはすごく人気です。で、何が人気かというと、これはもうつけるだけで汚れを分解してくれるので、特にこすったりする必要がないというのと、ダブル洗顔が不要になるので、こちら1本で済むというのがやっぱり人気の秘密かなと思います。どんな感じかというと、こちらにアイライン、アイシャドウを口紅つけてみました。今の時期だったらちょっと口紅つける方いないかもしれないんですけど、で、ディレイヤさんのクレンジングをジェル状です。で、ジェル状なので軽くなじませたらいいと思います。ちょっと垂れないように、こんな感じでなじませるんですけど、これで30秒とか置くともう汚れが浮いてくるので、そのまま、なじませたい方は軽くなじませたらいいと思うんですけど、流していただいて大丈夫です。30秒ほど置きます。でもすごい、もう汚れが浮いてきてます。
やっぱりクレンジングってオイルとかだと結構毛穴に残ってしまうので、ジェルタイプとか本当におすすめです。今はすごい人気だと思います。あと15秒ぐらいでしょうか。30秒経ったのでこのまま拭いていきます。見えますか？もう汚れが特に残ってないと思います。こんな感じで置くだけで汚れがすごく浮いてくるのもわかるの で気になる方は軽く撫でるぐらいでそのまま流していただいて十分なので、これはすごく肌に刺激は少ないです。ディレイヤさんのこちらのシリーズが好きな方はこれでクレンジング洗顔終了した後にローションと美容液とクリームあるので、この3つ使われる方すごく多いです。で、ヒト幹細胞が入ってるので、あの肌の再生を助けてくれます。普通のお化粧品ってコラーゲンとかヒアルロン酸とかあのいろいろ入ってると思うんですけど、その肌に足りないものを補うっていうのはよくあると思うんですが、あの肌の刺激とかダメージを受けた肌の細胞を元気にするっていう成分ってすごく少ないので、それを助けてくれる、その肌の細胞自体を元気にしてくれるっていう成分がいっぱい入ってるものなので、特に今マスクで擦れて傷ついた肌とかは本当おすすめのお化粧品です。今クレンジング乗せた場所がもうすでにちょっとしっとりとしてる保湿作用もあるんですけれども、このローションもサラサラというよりちょっととろっとしてる感じで、美容液みたいな感じです。ローション自体がで浸透力がすごく高いので、つけるともうすぐに入っていきます。ちなみに私は5プッシュを2回つけて毎日10プッシュぐらい使ってます。こんな感じでもう肌に入っていきました。で、美容液も浸透力高いんですけど、こんな感じの美容液になってます。で、これは肌全体につけてあげると効果高いんですけど、目元とかほうれい線の気になる部分とか、肌の再生を特にしたい場所っていうのは重ね付けしてあげたりとか、まあ、ピンポイントでそこに使ってもいいかなと思うんですが、すごいツヤが出ます。でも成分に詳しい方とか、成長因子とか200種類以上入ってるっていうのがすごくポイントなんですけども、なかなかそれだけ栄養成分が入ってるものは少ないので、すごく肌に栄養を入れれるいいお化粧品です。そしてクリームはもう結構使って少ないんですけど、スパチュラがついてるのでこう取って、ちょっと少なすぎたんですけど、あれもなじませます。全部すごい浸透力が高いので肌の表面に残らないので、夏場でもベタつかないのがすごく私は好きで、でも保湿はしっかりされてという感じなので、年中通してリピーターさんがすごく多いお化粧品です。すごくツヤツヤになります。そして今の時期もう一つ人気の種類のお化粧品があるんですけれども、それがフローレスのシリーズです。で、こちらもクレンジングになるんですけれども、先ほどと同じ、名前がアイラインとアイシャドウと口紅をつけてる状態なんですけれども、このクレンジングもジェルタイプの、垂れてきた、クレンジングになります。で、これは軽くなじませてください。で、これの特徴で言うと何がいいかというと、フラーレンっていう成分が入ってるので、紫外線浴びたりストレス感じやすい方とか、あと吹き出物出やすい方って、活性酸素っていうトラブルの原因になるものがすごい肌の表面にあるんですけれども、それを除去する働きがとっても強いお化粧品になります。なのでこう軽く軽くなじませてなじませて、
ね、落としていくんですけれども、皮脂がすごく出やすい方とか、あとは毛穴の黒ずみが気になる方はこのシリーズはすごくおすすめです。なんか毛穴の汚れは本当に綺麗になるなっていう感じがするので、私は結構毛穴の黒ずみ気になる時とかはお化粧品使い分けたりしてます。そしてこうなじませたので、これもすごくメイクの落ちいいので、こんな感じです。なじませて落とすタイプです。なので先ほどのお化粧品、ディレイヤさんのお化粧品はこすらなくてもいいんですけれども、これはやっぱりなじませてほしいので、なじませて落としていきます。そして今の時期この洗顔人気です。何が人気かというと、すごいんですよ、もっちもちの泡がすぐに出てくるので、でこの状態で洗顔したり、あと泡パックもできます。で皮脂出やすい時期っていう話したと思うんですけど、皮脂出ると角質が厚くなるので、なんか鼻がすごいごわつくとかザラつくとか、そういう方は泡パックしてあげるとツルツルになるので、こう泡で乗せた状態で30秒から1分ぐらい置いて、で洗い流してあげるとすごく効果高いです。ツルツルになりやすいんですけれども、このフローレスのシリーズって全部にフラーレンっていう活性酸素、さっき言った活性酸素が除去される成分が入ってるので、美白効果だったりくすみやすい方とか、あとは皮脂が出やすい方、すごくおすすめのシリーズです。あとは時間のない方ですね、時短もすごくしてくれるので、泡立てネットで泡立てるって意外と時間かかるので、もう本当にパパッと済ませたい方はこういう泡で出てくるタイプは合うんじゃないかなと思います。そしてとします。と水がないので今日は拭き取りで、ね、こんな感じです。結構毛穴気になる方はフラーレンはおすすめの成分です。そしてこちらお化粧水です。お化粧水はスプレータイプになってるので、そのまま拭きつけてなじませます。でこれももちろんフラーレンが入ってるのと、あとはビタミン C も入ってるんですけれども、実はフラーレン入ってるお化粧品ってビタミン C とすごく相性がよくって、ビタミン C の働きを 1.3 倍に高めてくれるという効果が出てるので、ビタミン C 普段美容液で使ってるとか、お化粧品に入ったものを使ってますっていう方は、最初に使うお化粧品をフラーレンの入ったものに変えてあげたりするだけでもビタミン C の働きが高くなるので、毛穴の引き締めとか美白効果とかコラーゲン生成を助けてくれるとか、そういう効果が高まります。こんな感じになります。これもツヤ出ますね。こちらはヒアルロン酸も一緒に入ってるので、保湿もしつつ毛穴のお手入れもできるので、保湿もしたいし美白もしたいしっていう方はすごくおすすめかなと思います。今はサロンにあるお化粧品をご紹介したんですけれども、じゃあ市販で保湿効果のあるもの何を選んだらいいかっていうと、保湿効果のあるもので言うとやっぱりヒアルロン酸とかコラーゲンとか、あとはセラミドとか、そういう成分が多くなってくるかなと思います。ただ肌のどこまで入るかっていうのは本当お化粧品によって全然違うので、本当個人差があると思います。肌質によってとか肌状態によって全然違うと思うので、やっぱりいろんなものを試して自分に合ったものを探すっていうのが一番かなと思います。今の時期はやっぱり紫外線が本当に気になるので、紫外線を浴びるとさっき言ったみたいに活性酸素がすごくいっぱい出てしまうので、それを除去する働きとなると、幹細胞、植物幹細胞なんかも抗酸化力が強かったり、あとはビタミン C とかそういう成分は意外と市販のものでも多く入ってたりはするので、その成分が入っているものを探して使ってみてもいいかなと思います。
ただ何度も言うように本当に肌状態って個人差があるので、自分が乾燥肌なのか皮脂が出やすいとか吹き出物が出やすいとか、本当タイプって様々でなかなか自分で判断が難しいという方もいらっしゃると思うので、もし一度ご来店いただけるんでしたら、サロンで直接肌状態を見たりなんかもできるので、興味がある方はいつでもご来店お待ちしております。まだまだ紫外線が強い時期は続くと思うんですけれども、今からしっかりケアをしておくと、やっぱり夏が終わり秋に入った時の乾燥具合だったり肌トラブルの出方が全然違うので、今からしっかり、ホームケアをしていただけたらなと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画を見てホームケアちょっと頑張ってみようと思っていただけましたら、ぜひ高評価チャンネル登録お待ちしております。またリアルステートは全店インスタグラム、ツイッターもしてますので、そちらのフォローもお待ちしております。美容に役立つ情報もこれからもどんどん発信していくので、またぜひ覗きに来てください。では次回の動画でまたお会いしましょう。